はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？暖かくなりまして桜も咲き始めましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？今日もグラブ紹介でございます。こちらローリングスさんのスペシャルオーダーグラブ。なぜここで取り上げるかというと、じゃじゃーん、ヨーロピアンキップレザー。かれこれ多分15年前後前のグラブだと思うんですけど、今日修理品で、入りました。修理の内容はグリス入れとレース交換ですね。修理は別にして、このグラブぜひ皆さんにお見せしていこうということで今日は取り上げているわけでございます。先日お見せしました、うちのお得意さんの野田さんのね、プロプリファード USA、 あれが基本コンセプトね。ヨーロピアンキップレザー、オランダ産ダッチビル産のね、グラブだったわけですが、綺麗なキャメルでございました。このグラブも15年前はああいった綺麗なオランダ産のダッチビル産のねキャメルだったんですね。キャメルなんですよこれ。はい。でたどりますにいろいろね考えました。こちらローリングスさんのこのネイビーブルーにゴールドのロゴっていうのは、当時ウィンランドっていうね、あのヨーロピアンキップレザーのシリーズがございまして、その頃だと思われます。だから15年ぐらいかななんてね、言ってるわけですけども、ウィンランドのヨーロピアンキップレザー、確かめました。やはりオランダダッチビル産のレザーでございます。ですから野田さんのグラブが、15年ぐらい経つと、まあでもこちらは高校野球で使われたんでこんなにはくたびれないと思いますが、こういった感じになります。で、キップレザーということで高級レザーというのは一つあるんですが、このキャメルのカラーですね、汚れてないところはこういった感じです。受給面がこんな感じ。こういったキャメルカラーのグラブっていうのは非常にお手入れこまめにしないとダメなんですけど、大事にしてると味があるね、カラーに濃淡のある非常にかっこいいグラブに仕上がりますよっていうようなね見本でございます。これ高校野球で黒土で使ってらっしゃったのに綺麗にねお手入れされてたんでしょうね。かっこいい仕上がりになってますね。はい。でちょっと残念なのは、お友達に1年ほど貸したら、あの補給面がしわくちゃになってしまったということで、今日まあグリス入れして少し叩きましたけど、ちょっと残念ではございますが、それにしても状態がいいグラブですね。はい。でお客様はこれをですね、直してですね、今年から新旧で野球をやってらっしゃいますが、このグラブを使っていこうというふうなことで、今日は修理にいらっしゃったわけですね。何か今日は止めどない話だな。まあいいや。じゃあグラブ見ていきますか。外野手用ですね。ここ見るとスペシャルオーダーパーソナルと入ってますね。でさっき確認しましたラベルがネイビーブルーにゴールドのラベルでございます。はい。で、ウェブはトラッペース、 T 型トラッペースですね。ストリームドサム採用で、さっきのキャメルカラーのレザーでございますね。ハミは切りハミ、それから背面紐が一部人差し指中指に通ってございます。で非常に大きくて指の長いモデルですので、親指スリーループ、まあ、小指もねスリーループなんですけど、こちら、パームレースが一部このスリーループにつながってフォーループに見えるスタイルになってます。これ特徴的ですかね。ヒールは現在のものと違って、どうでしょう、やっぱりちょっと今とフォルム違いますよね。変化してきますからね。はい。あとどうだろうね、特徴的なのはね、
で、平裏ですけど、多分ねこれディアカンドタウハイドだなと思うんだけど、ちょっとね耐久性に欠けるのでひび割れてきてますが、トモ側だともうちょっと長持ちするかと思いますね。はい、レースはタンのレースが入っています。ですのでタンのレースをヒールレース、それからパームレースに入れました。こんな感じかな。野田さん使い込むとこんな感じになりますよ。でも野田さんあれもったいなくて使わないかな、わからないけど、まだいらっしゃってないんでね。今日はヨーロピアンキップレザー、オランダダッチビルさんのレザーを使ったグラブのご紹介でございました。うん、言い残したことはないかな。かっこいいですよね。それでは皆さん、さようなら。